おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はテンバイヤー撲滅計画をやっていくわよ。なんか、ホグワーツレガシーでテンバイヤーが動いているようね。マジ、どういうこと？今回の問題はこれまで我々が語ってきたゲーム小売店の悲哀や、非常に惜しい機会損失も生まれているであろうから全力で考えていかないといけないわけだが、正直、現時点で抜本的な解決提案は非常に難しいので、まずは現状をしっかり確認した上で考えていこう。今回は一筋縄ではいかなそうね。合わせて、他転売ヤーの動向も確認していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずは PS5 本体の状況について確認していこう。こちらは完全に戦いが終わったわね。いや、ここで気を緩めてはいけない。発売から2年以上経て、時すでに遅しという意見も多いだろうが、日本でもほぼ通常販売となり、多くの量販店や EC サイトでも買えるようになったな。未だに Amazon が招待制なのがちと残念。まだ一部地域では大手家電量販店が少なく、在庫が十分でないかもしれないが、そういう場合は EC サイトで探してみよう。欲すれば買える状況ではあります。ようやく需要と供給のバランスが整ったわね。こうなると買い占め転売ヤーが利益をかすめ取ることなど不可能。在庫を抱えた転売ヤーにとっては損切り覚悟レベルでの出品となるわけだ。一切、同情する要素がありません。メルカリなどのフリマサイトで6万円台での出品も大量にあるな。ふざけてんの？この状況で小売価格以上で出品って。メルカリなどでは 10% の販売手数料や送料の負担もある。つまり、小売価格以上で売っても赤字になるということだ。それでも赤字出品で転売ヤー様ありがとう。なんて思うことは1ミリもないし。何よりこんなクソみたいな存在から買うより、正規に買った方が。保証、アフターケアが万全。ここは今までも我々も何度も言ってきたところだな。何よりここでわずかな損切りで買い占め転売ヤーを延命させてはいけない。今更問題ないとは思いますが、転売ヤーから絶対に購入しないようにお願いします。押し村区派嗅覚の強い転売ヤーはすでに売り抜けて利益を得てしまっていることだな。本来、撲滅したいある意味優秀な買い占め転売ヤーは PS5 本体市場にはいないのね。PS5 も今後の新型なら欲しいってそうもいるわけで。難しいのかもしれないけど、今みたいに欲すれば普通に買える状況で販売スタートしてほしいわね。ゲームハードとソフトという点でジャンルは違うが、今回のホグワーツレガシーでも通ずる部分となる。まあ、そちらは口述するとして、ゲームハードのような大量生産するものであれば、一気に需要を満たす生産が企業としては効率的でないことは、今後のコスト減などもあり非現実とは以前に語ったが、それでも、しっかりとした生産計画とちゃんと予約できる体制は必要なはずです。PS5 に限った話じゃないけど、平日の真っ昼間に量販店でゲリラ販売とか、プロ転売ヤーに転売してくださいって言っているようなものよ。小売店も流通の問題などもあり、苦慮はされておられるだろうが、どんなジャンルの商品でも一般のファンの皆様が購入しやすい販売方法を模索してほしいな。さて、そろそろ本題のホグワーツレガシーの件を確認していこうか。私も楽しくプレイさせていただいております。対策としてもともと注目はされていたが、開発のアバランチソフトウェアに大きな実績がないこともあり不安というのはあったわけだが、その不安は杞憂だったわね。世界観の作り込みは半端ない。正直ハードルはやや低めに設定していたのも、個人的には良かったとは思っております。超期待の編入生、白霊霊夢の活躍は早めにお届けしたいと思います。もともと期待されていた対策でもあるが、メディアの事前レビューなどもあり、パッケージ版については、早期アクセス券もあるデラックス版が、いろんな小売店で売り切れとなる状況となった。これ自体は朗報も朗報。売れれば売れるほど、細かいアプデや展開も大いに期待できる。少なくともいちいち改善や DLC がないかもという余計な心配はしたくないのよ。さて、とはいえ売り切れが続出したということは買いたくても買えなかった人がいるのは事実。まあ、それはそうなんだけど。だったらダウンロード版買えばよくね。そもそもゲームソフトの高額転売が基本的に成立しないのはこれの存在があるからよ。私もホグワーツレガシーはダウンロード版を買ったわ。SSD やハードディスクの容量を気にしてパッケージ版を購入する層もいようし。確かにホグワーツレガシーは 85GB 以上の空き容量を要求するな。あとはパッケージで欲しいコレクター要素を重視する層もいようし。
何よりパッケージ版なら、後で売ることもできる。パッケージ版、ダウンロード版論争になりそうやな。そのような要素もあり、パッケージ版がないならダウンロード版というそう簡単な話でもない。そういう状況もあり、ホグワーツレガシーはフリマサイトで高額転売されることとなった。ゲームの出来がいいこともあり、早く遊びたい層を狙ったわけね。しかし、リガヤなんて出んの？量販店での値引きやポイント還元も考慮すれば、それなりの数字になるかもしれないな。かなりの嗅覚を持った転売ヤーね。しっかり撲滅したい。リガヤの説明自体はしてみたが、まともな社会生活をした方が、比較にならんほど有意義であることはお伝えしておこう。買い占め転売ヤーなんて誰にも感謝されない存在でっせ。まだ、ホグワーツレガシーのパッケージ売り上げの数字自体が出ていないので、あくまで推測の域は出ないが、出ないが？そもそも出荷自体が少なすぎた可能性は高い。高額転売が成立する第一条件である需要に対して供給が少なかったということね。ここからは小売店の悲哀と繋がってくるな。PS ソフトの売り上げ傾向とも繋がりそうね。初動で一気に売る感じだわ。それでなくても、PS ソフトのパッケージ版の売り上げがそこまで振るわない状況は、我々も何度も確認してきたところだ。Xbox については日本では取り扱い自体が少ないので、さすがに今回は割愛するが、過剰な在庫を抱えれば、小売店にとっては大問題。是非はともかく返品制度もないから、売れないなら損を覚悟で安売りするしかない。そんなパターンは何度も見てきた。これまでの PS ソフトの売り上げを見るに慎重になるのは、当然のことだろう。とはいえ、ゲームソフトはそこまで待たずに出荷はされる。パッケージ版を欲するそうだって、最悪1週間待てば必ず遊べる。そこもコンテンツ消費時代では致命的かもしれんぞ。それに再入荷するにしたって小売店にとってはそれなりの博打だ。さっき売り上げは初動型って言ったわけだしね。本来買うと思っていた層がゲーム実況などの配信で欲求を済ます可能性もあるし、熱が冷めて買わないことになる層もいるだろう。大いなる機会損失。今後、PS で遊べる対策ソフトの発売が目白押しで、やってみようかなと思っているユーザーは多いわずだ。そんな状況で、今回のホグワーツレガシーみたいなことが続けば？ゲーム業界にとっては圧倒的損失だな。普通に地は売れする環境になれば、小売店だって安心して入荷できるのに。もしくはしっかりプロモーションをして予約を促して、需要をしっかり測ることだな。無論、ユーザーの皆様に買うなら予約しろ。などと強く言うつもりは毛頭ない。安いお買い物ではないし、店頭で気になって買うパターンもゲーマーとしては楽しいものだと理解している。確かに昔ほどではないけど、新作をパッケージで買うとワクワクはしっかりある。ゲームの小売というもの自体が徐々に斜陽とはなろうが、現時点では業界の盛り上がりやコアでないユーザーに訴求するという点で非常に重要な存在だ。ストアページだと基本機になる作品に一直線だしな。フラッといった量販店で PV に感動したり、パッケージに興味を持ったりする体験は今でも必要だわ。今後もそのような体験がスムーズにできるように、今年は特に PS 陣営は真剣に考えるべきだろうな。何かと問題掘り出すと2023年は勝負の年になるな。で、具体的にはこの問題どうすればいいの？難しい質問だな。じゃあ、ダウンロード販売を強く促せば小売が死ぬ。ダウンロード版が売れたとて、小売が死んで盛り上がりが広く訴求できないと PS が死ぬ。先ほどまで言ったように過剰な在庫は小売店にダメージとなるし、在庫処理のための安売りは作品のブランドイメージ低下も招く。なんや、八方塞がりやないか。これに関しては信頼を積み上げていくしかない。崩すのは簡単で、改めて積み上げるのは至難の業となる信頼、ね。今後、対策の評価が良ければ小売店での流通も徐々に需要とマッチするし、少なくとも PS5 本体の売り上げは伸びているので、ここががっちり噛み合えば、真の意味で日本でも始まるということね。しょうもない機械損失でプレイユーザーを失うなどありえん。こんな状況を無駄に読み取って買い占めする転売ヤーもありえない。今回のホグワーツレガシーのような状況は今後見たくありません。PS 陣営はしっかりとしたプロモーションと反則。量刑は正しく世に出してください。そして、改めてユーザーの皆様は転売ヤーから購入するのは今後のことも考えて控えていただけると幸いです。今回は転売ヤー撲滅というよりは、今後対策が出るゲーム業界での問題となろうな。問題提起してくれた買い占め転売ヤーに感謝。など一切いたしませんが。
ここも今後考えていかないといけない問題ね。ここも考慮しながらゲーム業界を見ていく必要がありそうだな。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。